さあ夜ご飯そこそこ食ってます。もうこっから焼き物行きましょうか。みんなまずはチキンを焼く。 Yes。 車中飯ではありません、車外飯です。トントロトロトロ、今夜の宴おしまい。おはようございます。朝4時半ですね。今日は朝から残念なお知らせがあります。外に置いてあった私のビーチサンダルですね。ビーチサンダル、このようにですね、野良猫にぶっ壊されてしまいました。さようなら俺のビーチサンダル。海はこんな感じです。あ、いいね。ぼちぼちですかね。まだ入る気にはなりません。おはようございます。おはようございます。はい、今朝もまたいつものビーチで目覚めましたよ。連続2泊ですね、こちらのビーチ。今日も晴れ、海入っていきたいと思います。海入っていきましょう。サーフタイム。ミラゴサーフィン終了。移動します。次は山だ。ティリー、野良猫に食いちぎられてしまいました。グッバイ俺のビーチサンダル。多分昨日の野良猫がね、噛みちぎったと思われる。そしたらね、これフェイスブック上げたら父ちゃんの友達が足が魚くせえからだよってよし、3日間遊び倒したイラゴロコビーチ、ついに出発します。次の目的地は山だ。山、湖だ。いいね、海の次は湖。私たちはずっと水の旅をします。フォアラジャーニー、レッツゴー。天然パーマ。丸屋っていうのかな、あっち超激混み、めっちゃ並んでますけども、僕たちが行くのはこっち、飯野駅。おはや、なんでこんな空いてんだろう。行ってみましょう。どれどれ、さらにこのデリカコーナーから1種類選べるの、うん、その他にうどん、豚汁、あさり汁から好きなのを選べる。すごい。イラゴ最後のご飯食べます。リン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 、海鮮丼、大あさり、大あさり、土手にうどん。めっちゃめちゃ山盛り。いただきます。これすごいよ、このボリュームね。いただきます。どれか手つけたらいいか。海鮮丼いただきます。まずはマグロ。うん、カッコ。カッコだけ。続いてうどん。うどん美味しい。これで1100円ってやばいね。海鮮丼って食べる順番に困るんじゃないですね。あ、ホタテ美味しい。大わさび。パン、塩か。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。このコスパやばい。このコスパで、この量、そして全部美味しい。おすすめおすすめ。超絶おすすめ。さあ、東富士五湖道路へやってきました。このまま一気に河口湖まで向かいたいと思う、みんな。イエーイ。母ちゃんしかおらんのかい。なんと素敵なところでしょうか。ありゃ、かわいい子ちゃん発見。いいところですね。ご飯で泊まれる道の駅。今日はここに泊まっちゃおうかな。お、
いい景色。いいね。いい景色のとこだね、青ね。川口湖なんてめったに来ないからね。たまにはいいね。おー、正面に富士山。あそこ滑ったとはもうそれも22年も前の話だよ。富士山の山頂から滑っただなんて。どっから入った？太平館。あー、入浴だけ OK。 今日のお風呂はここ、くつろぎのヤード、太平館。素敵な旅館、太平館。子供の日でした今日は。はい、お好きですか？はい、お風呂一部です。くつろぎの宿太平館、めっちゃいいお風呂でした。何よりおかみさんがすごく素敵な人でした。日帰り温泉めっちゃおすすめします。さあ、夜ご飯は葵さんの強い希望でラーメン屋さんになりました。行ってみましょう。海の幸ばっか食べ過ぎたからやっぱりラーメンに戻りますね。ね、いただきまーす。普通。まあまあ。ぼちぼち。まあそんな感じ。今夜の車中泊スポットは、久々に道の駅を利用させてもらおうと思います。こんな感じですね。快適なスペースできました？うん、いいですね。さて、今回のゴールデンウィーク通算4泊目、最後の夜です。はい、最後の夜は川口湖。お疲れ様でした。お疲れちゃん。イエイ。はぁ、結局途中で一泊ぐらい宿入れようかななんて思ったけど。あ、そうなの？そうなんだよ、俺。なんかね、たまにはいいかななんて思ったんだけど、うん、まあ快適すぎてさ、別に宿じゃなくてよかったよね。ビーチで泊まりたいっていうのがね、まあね一番だったから。宿はもうこのゴールデンウィークは取れないね、うんうん、すっごい人で、なのにさ、すっごい奇跡的にまだ渋滞1回もはまってない。うん、すごくない？そうだね。うん、例えば飯で並ぶっていうのもやってないし、いわゆるゴールデンウィーク的な混雑っていうのはこれだけニュースですごいやってたらしいんだよ。ああ、そうなんだ。どこもかしこも、あ、ニュース見てないから、見てないから分かんない。ツイッターでさ、誰かが書いてたの見たんだけど、もうどこもかしこも行楽地は大渋滞、うん、人で大にぎわい。いや、いいことさ、ついに。あ、そっか。だからさ、今日の昼もさ、あんな大行列してんだよ、ただの海鮮丼屋に。だけどその裏にはさ、あんなに美味しくてコスパのすごいさ定食屋があるのに、みんな盲目になっちゃってる。並んでるところがベストだからさ、みんなしてそこに並んじゃってるけど、わずかさ10メーター裏に行ったらさ、あんなにガラガラでさ、めちゃくちゃ美味しい定食屋さんがあるのに、なんかそんなことが起こってるのかなって。局地化。そうだね、うん、まあうちらは相当マイナーなところを選んで本当ね、神がかり的な今回のプラン。そうだね、うん、昨日のなんだっけ、地下資源資料館という、うわー、夏目別館温泉という。本当だね、本当だね。なんかそういう神がかり的なチョイスが余計なストレスを生まずに、うん、とにかく快適にこのゴールデンウィークね、最終日まで。で、ついに明日、まあ、混むであろう富士急ハイランドなんていうところにね、うん、行ってみますけども、まあ平日なんでね、もしかしたら空いてるっていうミラクルがあるかもしれない。期待して。今夜も皆さんくつろぎタイム、それぞれタブレットばっかやってんじゃねえよ、車中泊来てるっつうのによ。まあそれぞれの時間でゆっくりと過ごしましょうか。時刻は8時半ですまで。結構早いね、うん、のんびりしましょう。今日はね、まあ、全体的に本当すごくいいチョイスとルーティングと、やっぱさ、うん、こんだけロードトリップしてるから Google マップの扱いに慣れてるっていうか、そこだよね、調べ方が慣れてる、うん、Google マップを使いこなすと結構ある程度混雑は緩和できるね。で、あらゆるグルメアプリよりも Google マップの中の口コミの方が精度が高いというかさ。
ああ、まあそうだね。な気がするんだよね。検索力持ってると、旅は、ロードトリップはこんなに快適になるんだなと。改めて、自画自賛。まあ今日もね、このタイニーな車の中で、体のでかい小学生を2人連れて、4泊目の夜ですけど、最後まで楽しみましょうか。はい。多分私は、これを動画に上げると、うん、妻にものすごい怒られるんではないかと思いますが、みんな起きてるのに、妻だけお行きになられました。ただ僕は、これを動画に上げるでしょう。なぜなら、僕はいつだってチャレンジャーだからだ!天然パーマ。おはようございます。今朝の、車窓から、こんな感じの湖畔に泊まりました。さあ、起きましょう。藤原に日本一の山。ナイス、富士山。これに乗るのだ。うわーすげえ。めっちゃ近い。めっちゃ近い。到着しました。今日は富士急ハイランド。ヘビヘビゴー。すっげえこれ。本当に乗れんのかこんなの。富士急ハイランド来ました。うーわー。金色だよ、椅子が。無人級。開演です、小鳥さん。開演。さあ、一発目から富士山行くそうです。おいおい、富士山行けるのか。富士山行けるのか。飛んでミーナ乗ります。全く並んでないです。なんでこんな人気ないのこれ。うわーやべー。どうやら俺たちはエヴァンゲリオンのチームに入ったらしい。おっぱいでいけ。おっぱい、おっぱいでいけな。葵はついに捕まってしまいました。犯罪を犯してしまったからです。君は犯罪者としてここで罪を償っていくんだ。神クロック見てるだけで気持ち悪いぜ。あれ、お尻が椅子につかなくなった。気持ち悪くならなかった。すごい世界観だね。とにかく濡れます。なんだあれ。うわー、あかんやつやこれ。鉄骨番長。ダメに決まってるよこんなの。あ、起こしてくんだ、回転しながら。ちょっと気持ちよさそうかも。絶望要塞。私たちは絶望してしまいました。ミッション失敗。肝心な目玉のジェットコースター一つも乗らない我が家。朝の9時から夕方の5時半まで遊びまくりまして、今日の富士急ハイランドはここまで。はい、ヘロヘロです。ヘロヘロです。富士急ハイランド、おしまい。Bye. Dude, that father is 10 and permed.